ジョージア高速道路 S12 号線があるいはサムトレディアランチフティクリゴレティ線はジョージアの国際幹線道路欧州自動車同時 E692 号線の一部として指定されているサムトレディアからランチフティを経てクリゴレティ近郊の高速道路 S2 号線に至る路線延長は 57km この路線はクタイ市とバトミを結ぶ最短ルートであり ポテを迂回するバイパス道路として機能する。高速道路 S1 号線及び S2 号線を使ってポテを経由するルートよりも約 20km の短縮となる。バトミはアジャリア自治共和国の中心となる港湾都市であったが2004年のアジャリア危機によってジョージア中央政府との関係が悪化し交通アクセスが制限されていた。 ジョージア当局は関係改善と交通アクセスの向上を目指し、2004年に高速道路 S12 号線の建設に着工。建設は4つの区間に分けて実施された。ありがとうございます。